こうどうしたらいいやろな、もう。こっからやで。こっから、こっからやで。大逆転。こっから大逆転が。驚きの。うん。驚きの大逆転があるかもしれない。もう一個も育ちきって体動かすしかやることがなくもう何もないからもう勉強か運動しかないやることが。そうやな。うん。まあここで、でもここで大逆転すれば。うん。そうそう、ここで。こっから。そろそろ電話番号聞けるやろ。あ正直、風子さん諦めてるでしょ、もう。いや、でもね、どうやろう。一年あったらいけると思うねんけどな、キャラによっては。いけますよね、うん、これ。うんうん。間違えた、ね、アイテムをね、回復、そう、回復をしたい。素晴らしいね。ストレスも大丈夫？ストレスまだ大丈夫です。うん。じゃまだ大丈夫とは言い難い感じですけど、うん、大丈夫です、まだ。愛情弁当。お弁当。いいね。愛情弁当。お弁当作って、勉強して、はい。偶然出会うのを待つ。それしかない。うん。あとはもう、そこ頼む。うん。で、帰りを待つ。よし、帰りを待つ。河合さんを待つ。河合さん来る。来た。行こう。一緒に帰る。うん、ここんとこ勉強頑張ってるんだよ。めっちゃ頑張ってるんだよ、もう。やることないからね。帰ろう。まあいいか。まあいいか。いいよ。俺みたいな、一緒に帰ろう。俺みたいなゴミクズと一緒に帰ってくれ。なあ、クソ虫やからな。クソ虫、俺みたいなクソ虫と一緒に帰ってくださってありがとうございます。どうや。どうや。電話番号聞くんだ。教えてくれ。教えてくれるでしょ、そろそろ。いいよ、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 いいよ。うわぁ。なんでそんなこと言う必要あるの？なんで2回言うた。めっちゃ怒られたやん。なあ。ああ。あ、またボロクソになってきたな。もう野球するしかない。野球。もう野球。もう野球するしかない。もう野球をするしかない。俺には野球しかない。もう野球するしかない。本当に野球をするしかなくなってきた。これはまずい。これはまずい。しかし俺はもう河合さんを待ち続けるけど、これは多分来ないフラグ。これはまずい。これは非常にまずい。ああ、でも週に2回のチャンスだ。そうやな。ちゃんとどうするの？来ない。何や。何や。ちょっと評価聞いてみひん。評価、ちょっと評価。うん、爆弾爆発したっす。久しぶりに、じゃあマッキーにちょっと聞こう。そう、マッキー友達多いから。うん。マッキーに評価聞こう。これで河合さんに爆弾ついててシャレならんな。なあ。評価。お、誰についたん？こんな感じかな。あ、うん、小田真理さんに。小田真理さんか。小田真理もでも電話番号知らんもんね。知らないっすね。小田真理も知らないから。出会うしかないよな。どうしようもないっすよね、これ。そうやねんね。もう、これ辛いからもう、刺繍。刺繍読みますわ、ポエム書く？ポエム書けるように刺繍読んでおきますわ。あ、でも小田真理さんの爆弾爆発してやばいで。いよいよ、あの、河合さんの仲いいからさ。お前。うん。そう。やべえ。それは、うん、次、あの、松イベント出た小田真理さんいかんの？小田さん。うん。真理ちゃん。お、来た。真理ちゃん来た。小田さん。デイツ。あら。どうしたのかしら。どうしたかしら。ちょっと、小田さんと帰ろうと思って。そういえば、うん、ここのところ芸術センスが良くなったみたいよ。帰ろう。仕方ない。よし。な。サクサク進めよう。うん、サクサク爆弾取ろう。そう。爆弾処理班。デート誘う。おでこの近いところでデートを誘う。うん、ここで河川敷の公園に晴れやったからね。河川敷公園行く。そうやな。よくってよ。そうね。おいいよ。よしよし。これで爆弾処理 OK やね。ええ、分かった。もうこれで。うん、処理がうまいこと言ったら、小田真理さん狙おうかな。マジで？いやいや、でも河合さんやな。でもなんか今のところ評価が。どっち、誰にしろ一緒やからな。あ、なんか。小田さん？お。あら。小田さんに、どうしたのかしら。狙いと言わんばかりの。言わんばかりに来てるな。そういえば、もう、ここのところ。あ、もうよ。もうあれやな。もうそんな評価どうでもいい。仕方ないわね。なあ。そして？で？意気揚々と、
またデートに誘う。デート誘って、ここデートやろ、小田さんデートやろ、うん、試験前やから、うん、ここ小田さんとデート、うん、どうや冬の丘の上公園、どうやよくってよ。そんなことで、必要な休日を無駄にしたくありませんよ。なんなんそれ。そうはいかんかったな。逃げたんじゃん。なんだよね。なんかな。で、ここで小田さん、まあ、ここで小田さんとデートしたら、うん、ちょっと変わるかもしれないな。小田さん、あの、前メガネかけてたから。そうそう。オッケー。河川敷公園かな。オッケー。ここで小田さんはもう大丈夫やろ。うん。爆弾処理はオッケーやで。うわ、もう来てた。お、美しい。なんかもう。なんて方かしら。時間通りに来るなんて。どういうことや。私より前に来るのが当然でなくて。そんなもうやめて。なんて方だって。これ行ってみよう。ええ、よくてよ。これは、これは大丈夫でしょ。秋になると、いいお芝居が多く上演されますわ。うん。私、見たいものがたくさんありますのよ。勝手に、勝手に言った映画の。俺は特にないけど。やっぱり芸術の秋だもんね。やはりそう思います。ああ、いいんちゃん楽しみだわ。いい感じ。河合さんの選択肢ちょっと難しい。今日はいい気分転換になったわよ。小田さん割と分かりやすいよ、ね、うんうん。あら、もうこんな時間だわ。何か買うか。私、用がありますから失礼しますわ。お疲れ様です。うん、はい。で、どうしようかな。萌木のおっちゃんのようや。萌木のおっちゃん時間経ったから、なんかお熊ワイフ更新されてる。あ、ゲームショー来た。あ、これええんちゃん。もう過ぎとる。え9月6日なのか。おお。おおやな。12月になってからもう一回見よう。そうですね。うん、まあ、こういうの大事やねんな。そう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 。あ、なんか更新されてる、うん。春だと思って巣から出てきた。もう秋だった。なんてこと、皆さん経験ありません。多分深まってますね、秋が。飯食ってもおねよ。くそおもんないな、ここ。このサイト、くそおもんない。くそおもんないな。あれが何年かってんねん、お前。このゲームくそおもんない。あ、秋やわ、秋やった。もうね、ちょっとね、今ね、あなたね、はい、楽しめてない。2% ぐらい、うん、楽しめてないと思う。うん、あ、それと同じだと思ってる。何パー以下ですね、これね。ちょっと歌ろう。これ、俺いろいろ浮気したけど、やっぱり、相田さんだかな。誰でもええねんけど。あ、じゃあ、テスト前からな。うん、知ってた。それは知ってたよ。知ってたけど、いいかなと思って。うん、お、うん。今帰りなの？うん、帰る帰る。お、一緒に帰ろう。あら、ごきげんよう。三人で帰ろう。うん、そうだよ。そうだ。何や。これから二人でね、遊びに行くの。俺も入れてください。三人で行きましょう。三人でスポッチャ行こう、スポッチャ。それじゃ、失礼しますわね。これ仲いいアピールやな。あ、なるほどね。うん、そうそうそう。仲いいんよな、仲いいよな、この二人。その辺がよくわからないな。お母さん、待てよ。待てへんな。あ、でも、お母さん来てへんもんな。来るのに、ね、来ないですよね、なかなかね。難しいんかもしかして。そうなのよ。難しいからなのかな。また、ここだけは、またこの季節がやってまいりました。頭がいいしか取り合わないからな。いや、運動もできますよ。うん、汗を。運動もできて、頭がいいんですよ。な、それだけモテるはずやのにな。なんでモテへんねん。な、呼吸までまず、運動で、球技も芸術も、な、褒められ倒してるわけですよ。して、料理もできる、料理もできる。体力がもう、3分の1以上。どうも。自分の体力が3分の1以上も余裕で回復するお弁当を作れる。な。しかも、インコ飼ってる。インコ飼ってる。でテスト結果見る。はい。1位。はい、あ、前より1点上がった。1点上がった。英語は若干苦手なんだ。もうこれで3回、3期連続1位。3期連続1位。もうあいつには叶わないってみんな思われてるよね。そうそうそう。うん、ただ、お、来た、やっと来た。やっと来た。あ、頼むわ。どうしたの？進展を見せてくれ。頼むわっていう、心からのお願い。な実況動画が全然面白くないっていう。俺もうこれ早送りとかするわ。お前、何もなしって言って。そうやで、ほんま。早送りしていいレベル。なんとかしてあげてくれ、これほんまに。ほんまや。動画の、あの、動画の、なんやろ、製造にも関わる。身体にも関わる。お前、あ、このクリスマス前に。うんうん。クリスマス前に。ゲーセン鉄板じゃないの？ゲーセンですか。まあ、うん。何回も。おぉ、よかった。そうそう。いいよ。連続で行かなきゃいいんよ。ああ、なるほどね。うん。うん。わかったよ。待ってるね。そうそう。イブイブですよ。イブイブ。クリスマス、イブイブ。え、マッキー？マッキーもついてた、爆弾。爆弾だらけやってんな。マッキー、爆発した。うん。めっちゃ爆発した。怖い。マッキー、大丈夫かな？
いや、河合さんが仲いい人じゃなかったらまあ大丈夫だよね。ぶっちゃけ言うまあまあね、うん、なんとか外堀、ね、がどんどん爆発していくんです。そうそうそう、今日の相手はだそう、ときめも1やと、はいはい、あのもうなんかみんな悪なるからあれなんやけど、うん、そう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 、3は確か大丈夫、なんとか。なるほどね、今のところ大丈夫かな。ここはここは大丈夫野球の方は全く大丈夫。まあここでここで打ったからって別に何もないからな夜のホームラン打てない、夜のホームラン打てない昼のホームラン、昼のホームランしか打てないです。健全やからいいよ。下ネタですね。下ネタやから、そこまでならへん。今週のね、クリスマスイブ。文系の勉強。よし、来た。よし。起死回生の。起死回生。明日も会うけど。うん。な。バンバン行こう。そういえば。そうだ、頑張ってるよ。お褒めいただいた。ありがとう。いいか。よしよし。いいよ。よし、いいね。じゃあ次ちょっと離れたところにデートをね。あ、ね、年末多分コミケあんで、マジで。え、マジ？うん、確かそんな見たことある気がすんね。28とかにないかな。あ、でもん、うん、いや、あるでしょ。うん、コミケ28かな。コミケはどこ？それじゃん、イベントホール。これコミケって書いてある。コミケって書いてある。コミケ、お、コミケ行こう。うん、連休が山場でさ、忙しいのよね。くそくそが。今はっきり同人誌即売会って出てたよね。見てくださいこれ今。なあ、河合さんとデートと天皇誕生日が一緒になってますよこれ。なあ、これはもう完璧でしょ。そうやね。これはもう、うん、メガネをかけてメガネだけで演出を、メガネだけで服が違うぞっていう感じをね。ね。出すんですよ。イブイブにちょっと仲良くなって、おな、うん、明日も明後日も一緒におろうみたいな、そういうことや。ごめん、かわいい、すごい色合いすごいけど、うん、なんかまあかわいいかな。なんかパイロットみたいな服着てますよ、ね。うん、エヴァ乗れそうやこれ。乗れそう、エヴァ乗れそう。なんだ。シンクロ率高いよ、ね。うん、なんかわかんないけど、そういう格好もいいね。お、来た。これチャンスですよ。チャンス、これ落とせるチャンス。ねえねえ。お持ち帰り。今日はどこに行くの？この、あの、ほっぺた赤い時に、はいはい、あの、好感度上がること言ったら、なんかいっぱい上がんねん、確か。うお、マジで、うん、今チャンス。いいよ。今日は何やろっかな。うわ、可愛いなってきた、うん、めっちゃ。そうそう、好感度モードや、これ。ああ、今日も新しいゲーム入ってないな。ドラクっぽい、こんな仕草。お、何したの？一休さんと一緒や。一休さんが考える時と一緒や。そうや。フルゲームのハイスコアに挑戦したい。これありやな、うん、これありでしょう。もうほとんどハイスコア出しちゃってるけど、うん、あ、もう続けな。あったかな。あるある、まだあるある。うん、あるよ、あるあるよ。あ、普通か。あ、うん、ねえねえ、うん、お、来た来た。まだちょっと時間ある。インコの話しようぜ。インコ、インコ、俺インコマスターやから。やったー。インコ大家族まで行ったから。赤星インコ大家族まで行ったからさ。インコの話したらもうすごいんじゃない。クラナダの新エンディング。インコ、インコ、インコや。ねえ、しょうもな。次はそっちから何か話してよ。おった来た。オッケー、話したろう、うん、やっとインコの話ができるみたいな。じゃあ、まあ、まず、まあ、理系とか、まず理系の話からでしょ。うん、すごいなこれ。しかしイオンビームの発生についてからまず話そう。イオンビームめっちゃ乗ってきてる。めっちゃ乗ってきたよなあ。イオンビームめっちゃ乗ってきてる、うん、で、ここでその他また、何の話題がある。へぇ、うん、あ、ないな。でもインコは、インコの話できんの。そうか、インコはって普通に言うな。インコ、インコの話ないわ。芸術かな、インコ。あ、かも、無理系やな。うん、そやな。この辺、風利変換の時にしゃあないやろ。うん、これ暗号共同について、これどうや、どうやって。なるほど。めっちゃテンション上がってるな。めっちゃテンション上がってるやん。めっちゃ知的なカップルやなこれ。お前それいいねとか言って、暗号なんちゃら言うて、それいいねって言われて。恋愛 SLG ゲームっていけんのかな。微妙なところやな。こう微妙でしょうね。まあでもちょっとやってみよう。やってみるか。2個良かったしね。うん、なるほど。あ、そうなんだ。悪くはないんちゃう。あ、割てうん、オッケーオッケー、問題ない。あ、私そろそろ帰らなくちゃ。うん、
良かったと思うよ。ああ、よかった。もうちょっと一緒にいたかったな。ただこれが何回か続かないとあかんね。そうやね。でもまあ2回出してるんで、この子は。すっごく楽しかったね。まだまだ、でもまだまだ足りないけど。新しい研究のアイディア思いついちゃった。うん。おー、早く帰って研究せえ。じゃあ私、帰って実験するから。クリスマスやね、もう。な、そやで。イブイブやで。クリスマスイブイブやで。どうも。クリスマスイブ。イブ。お、来ました。来ました。萌え木のグランドホテル。よう、今年もやるんだってね。なんか去年ってなんかあったような気すんだけどな。うん、あったあった。もう覚えてないな、何が。だけど、まあ、今年はどんな趣向で行くのかな、うんうん、楽しみだよな。オッケー。まず、河合さんが来てるかが怪しいけどな。はいはいはい。うん。来てなさそう。よう、君たち。うん、もう、この辺飛ばそう。白鳥相変わらず。男の声はいいよ。パーティーに行く。そうそう。一応行きますよ、これは、うん、何があるかわからんからね。まあスーツでいいと思う。これでいいと思います、うん、全然問題ない。スーツやろ。うん、もうスーツでしょ。萌え木の高校パーティー会場は向こうだよ。うん、え、これ、あ、かわいい。去年と同じ服。そうやな。パーティー楽しんでる。チャイナってパーティー服なんやな。うん、それがなんかよくわからないけど、まあでもそれっぽいっすよね。だから確かにパーティーでチャイナ着るイメージはあります。中国では清掃なの。あ、ドレスですね。友達のところに戻らなくて。あ、そうなんや。それじゃあ、チャイナドレスでしょ。あ、そうか。ほんまやわ。そうそうそう。そういうことですよ。そうやったわ。お、あ、おった。メガネ外してるやん。ほんまや。こんなこと。なんやこの格好。うん、よくわからん格好してるな。やっぱりパーティーって楽しいよね。RPG に出てきそうやな。なんか、女性キャラの二人目ぐらいの。私、友達と一緒だから。そうそう、魔法使えるやつ。魔法使えるやつや、ね、そこそこ強い。うん、うん、新庄さんもかっこいい、ね、お前も来てたんだ。おっさん臭いスーツやな。しかしお前色ねえなあ、うん、けどこいつ爆発したんちゃうかったっけ。爆発した。あ、メリークリスマス、うん、こんなんでは治らないですよねな。うん、まあね。いや、爆発しちゃったらもう大丈夫。こういうところ、性に合わないからね。そう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 、爆発しちゃったら大丈夫。しちゃったら大丈夫。好感度もバーン下がってるから。それじゃな。めっちゃ嫌やん。もうあれみたいに。うん。あ、お、あ、こういうとこで。ここでなんかいろいろあるんじゃん。うん、あ、ここで。いや、これどうやろう。これはあかん。これはあげられへん。うん、あ、赤線インコもういらんからな。いや、あげられへんぞ。そうなんですよ。あげれないんですよ。うん、なあ。だから、じゃあビッグバイパーとか、ビッグバイベルちゃん完成品かな。そうやな。まあ飾ってないんでこれだけ。あ、そうやな。ベルちゃん行こう。ベルちゃんか。うん、どれにしようかな。これだ。それかベレー帽。お、当たったんちゃう。わ、誰やろ。どうやら俺のプレゼントを当てるのは君のようだね。なんでお前ベレー帽なんか入れてどういうことや。当たったんか思ったね。君の手に渡るとは予想外だった。ベレー帽なんか使えるんじゃないですか。ルールであれば仕方がない。小田真理さんとデートするとき大切にしてくれたまえ。そうそうそう。ただ下が問題ですけどね。そうやな。ベレー帽に合う下なんか持ってなさそう。なってんない、持ってない。だってシャツとかなんか普通にユニクロで買ったような服しか持ってない。出たよ、また冬休み苦痛やこれ。にちゃんしよ、にちゃん。もう普通じゃない。普通でしかないな。そやもう。クリスマスに一人のお前らみたいな。もう何もできなかった。てよ出た。あ、これいいんじゃないですか今の。あ、ちょっといいかもしれんな。ちょっと見よう見よう。矢部拓夫の特ダネ登場、うんうん、いいですか、うん、第3中隊ね。お、入れ入れ、うんうん、お、夜の公園、私の目の前を一匹の猫を横切った。振り向いたその顔は曲げるもない人間の顔だ。こいつほんま死んでしまえよ。萌え木坊ちゃんもよ。あ、萌え木坊ちゃん。まあ、ちゃん新年明けてからでもいいや。もうあげましたよ、うん、おめでとうで、うん、元旦よし。年賀状来てるかな。お、白鳥来た。これ女の子から来てない感じや。もう電話番号切ったんやな。マッキー、マッキーやな、うん、マッキー相当切れてるからな。爆弾爆発でしょ、マッキーなあ。お、これかわいい。初詣に行こう。あー、無理か。あ、丁寧に断られた。まや、節目がちに断っとんでね、またこの子も。
やーこれはお先真っ暗やな。先真っ暗やな。こっからの挽回がきっと、あ、それや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 これだそれやそれや、もう神頼みやマジで。神お願いを叶えて死んでよ。ほんまか、てっててほんまかお前。うん、頼むわマジで、その気になっただけや。頼むぞ。おみくじ引く。大吉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 、ドドーン、うん、ドドーン。うん、あ、まあまあまあ、いい年になりそうですね。いい年になれるかな。全部罰やけど、もう全部罰やったけど、まあ、ここで、うん、扇のお茶を見る、見るね、コミックソサエティやったよね。コミックソサエティ、そう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 、あ、2日間あった。そうそう、それが、あ、なるほどね。でもなんかあんまりあの子が喜びそうなのないので。ないね。うんうん、残念ながら何もなさそうなんで、この時間は何をしたらいいやろうな。うん、ウェブサーフィンで、サーフィンかな。散策でもいいけどね。お、出たね、うん、え、何がですか。まあ、月の静か見といた方がいい、とりあえず。マジですか。ちょっと遅いかもしれんけど、うん、おう、うん、月読みさん、月読みさん、感謝のメール、うん、なんて書いて送ろう。うん、とてもいい曲ですね。ね。湯気だけし。味気ないなって。味気がないやろ。もう別に普通や。もうガチでいいやん。それでやっとんねんね。ゼラチンやん。ニコニコでやっとんねんって。ゼラチン。ニコニコでやってるけど、湯気と、たけしは。たけしはやってないな。たけし余計ですけど、たけしも最近本名でもう余裕で呼ばれるようになってきたんで。そうやな。散策。街エリアの散策。うん、よし笑った。お、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 いいよいいよいいよ。ラッキー。ミラクル。ね、偶然だね。偶然やん。うん、そうだよ。航空機用ジャイロセンサーのいいのが入ったって聞いたから。ほほ。お、それ大事やな。ジャイロセンサー大事やな。うん。これで、制作してるロボットの姿勢制御システム、うん、そうか、よかったな。ずーっとグレードアップできるんだよ。いやー、よかった。試算によると、運動性能が約 60% もアップするんだから。うん、よかったよかった。完成したら見せてあげるね。うん、見る見る。ありがとう。それじゃあね。なんか、もっと興味持ったれよ。俺ほんまにこいつ好きなんかな。好かれてもないのに倦怠期になってる。こいつほんまに俺こいつのこと好きなんかなっていう気分になってきたんですけどね。そうやな。まあ、ちょ、いろいろあるやん。あ、まあいろいろありますね。うん、それは。まあ、まだまだいろいろあります。倦怠期もあり。うわ、来た、月見さん。うん。ゼラチンさん。ゼラチンさん。アニメソングが多いかな。正直に答えおった。間違いないよ、当たり前や。ここはね、嘘ついてもしゃあないからね。そうやな、曲げたあかんな。そうほんまにアニメソングばかり聞いてるから。早かったな。もう項目にあるやんって。アニメって出た瞬間にね。そうそうそう、うん、もう時を進めることしか考えてない今進み方してますけど。だってまあ出会うしかないからな今は、ね、そうなんですよね、うん、正しいと思うよ。しゃあない。勉強して出会いを待って来い。え、いや、なになに、怪我が増えとる。増えとるやん。うん、あ、大したことあるやろ。ちょっとちっちまってね、道端で転んだだけさ。気をつけ。そうだっけな、めっちゃ転んどるやん。まあ私はドジだからね。100喧嘩や、何度だって転ぶときは転ぶんだ、うん、けどこの子爆発してるからな。そうやな。くっ、古傷が痛む。うずいた、うずいた、左肩がうずいた。なあ、言ってるだろ、大したことないって。やり方、やっぱ左肩の爆弾が。とにかく私がそう言ってるんだから、左肩の爆弾が爆発しそうやで。たく、新庄投手嫌われるぞ。新庄少しは人の言うことを信用しない。お前もう俺嫌われてるっちゅうね。もうお前に嫌われてるっちゅうね。俺もな、ほんまに。まあそういうことだから、これはどうしたらいいのかな。あ、なんもないんや、まあ、こういうイベントって何なんですか。特に何これはね、まあ俺新庄さんクリアしたから全部知ってるけど、はい。そして爆弾ついたけど、誰に、電話しようか。電話して聞くしかないよ。うん、マッキーあたりに。マッ
キー、爆弾爆発したマッキー。マッキーの可能性もあるけどな、もう一回。はい。もう一回とかあるんや。あるある。一番爆弾つきやすいのマッキーやと思うね。うん、こんな感じだな。小田さん。小田マリーさん、ね。武器、鬼の形相が一人。鬼の形相やな。鬼の形相が一人おるんですけど。嫌いやな。うん。かわいりかちゃんが全然笑ってないんですけど。そうやな、小田さんか。とりあえず小田さん嫉妬深いな。小田さん、ね、うん、よし小田さん、あ、もう、あ、そっか、小田さんはそれは小田さん修復せなかった。小田さんは守らない、やばい。あら、どうしたのかしら。このそういえば傷を防いでいかないといけない時にも、そうやね、これね、この爆弾連鎖きついねよな。これが爆弾連鎖。そうそう、これ嫌っすね。あら、うん、どうしたの。どうしたの、デート誘う。うん、とりあえず一番近いとこ。うん、あ、なんか増えてる。植物園、植物園行こう。行ける行ける、来い来い来い、さあ来い、ね、さあ、おお来た。よしよしよし、行ってもいいわ。なんか結果的に小田さんとばっかりデートしてる。ほんまや。なあ、河合さんをなんとかフォローする気持ちで、なあ、小田さんとばっかりデートしてる。うん、小田さんメガネしてなかったな、前。そうか、うんうんうん、たぶん。河合さんもまだ泣き顔やったから、うん、もう一回デートしやんと電話番号聞かれへんからね。そうっすね、うん、これはきついぞ。うん、結構きついね。だんだんきつくなってきたぞ。うん、お、けえへんの？来るわ、来るよね。あら、うん、小田さんすごいな、服めっちゃ変えてくる、ちゃんと。うん、おしゃれや、ね、出迎えの花束ぐらいないのかしら。いる、毎回言うな、こいつ。出迎えの花束を渡したら、この後デートって邪魔やろ。な、言いにく、もう言うこともなくなってるやん、ゆきそう。てんてんてん、てんてん、呆れた、よくてよ、この女には呆れた、みたいな。呆れたやな、ほんま。ねえ、この場所を舞台に見立ててお芝居するなら、どんなストーリーが効果的かしらね。食虫植物に。花坂爺さん。まあ、まあ、それちゃうんかな。釣り物じゃないかな。うん。そうね。おお。それは斬新で面白いかもしれないわ。頭おかしいんじゃないのって言われるかと思った。そうやな。でも他の選択肢がありえへんかったから、ね。今日はいい気分転換になったわよ。うんうん、でも帰るでしょ、この子。そう、帰る帰る。あら。もうこんな時間だわ。うん、私、最後目そらして帰る。この子の方がなんか攻略難しそうやな。そうやな。真意がわからんもんな。そうなんですよね。これ、どうしたらいいんやろな。いや、まあ、結局は河合さんと出会うのを待つしかないんやけどね。そうですよね。お、お、来た！あれ？河合オーダーペア。偶然だね！仲良しペア。よく会うねんけど。あら、ね、奇遇ですわね。誰で来てるの？うん、これから一緒にお出かけなんだ。私の話、マリちゃん、私の話ちゃんと聞いてくれるの。説明。なるほどな、誰も聞いてくれへんの、ちゃんと。リカのお話ってとっても頑畜があってセンスに満ちてますもの。そうなの。私センスの良い方って好きですわ。知識ひけらかしてるようにしか聞こえへんだけど。そうやな、よくわからない、よくわからない、みんな同じ気持ち、よくわからない。うん、まあ変なもの同士結構気が合うんやろ、ね、なるほどね、まあ、なんか小田さんちょっとほんま真冬って感じのめっちゃ着込んでたな。ほんまや、なんか、うん、河合さん意味わからんマフラーしてたね。そうやね、なんかピッ固まってたピーンと。わ、マッキーか、まあ、声かけといた方が爆弾抑制にもなるし。うん、なんか久しぶりやな、この子。ほんまや。どうしたの？うん。なんか河合さんのピンク見てるせいで、この子全然ピンクに見えんくなってきた。そう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 。赤やね。今日は用事があって、急いで帰らなきゃいけないの。あーって何回、ね、ため息ついたやろ。な。丁寧に断りよるからな。かっわー。わー。爆弾地獄や。これはもう、どうしようもないな。うん。河合さん、ここで河合さん来い。河合さん行こう。あ、無理や。あ、無理や。かわいっす、けえへんな。けえへんな。じゃあ、セーブしようかな。セーブしよう。うん。